無理にはしない、自然体で。マジか。あ、でもあげますよ、もちろん。足これも太くなったな。ここの、ここ、ここ、ここさ、はい、あ、今日はこの生でやるんだけど、はい、なんか暗いなと思って、いつも。え、僕ですか。え、暗い、え、くそ、あれで暗いって言ったらもう、じゃあテンション低いと思って。え、違う違う、英語もわさび試験みたいなやつですよね。そうそうそう。これで低いって言われたら1時間持たないですよ、僕は。違う、だからここはなんか言いにくいのかなと思って。そう、もっと上げですか。え、死にあげますよ、じゃあ。死にあげて、ここだけでいいから。わかりました。ついてきてください。よし。よし。ここはギャップが生まれたらおかしくないですかね。そうそうそう。だからいつもギャップが寒いな。ついてこれますか、僕に。よし。抱いてください。よっしゃ、よっしゃ。あげていこう。雨降ってるな。雨は、まあ、ちょっと言わんといてくださいね。再放送が。はい、こんにちは。え、始まってる。あ、こんにちは。え、始まってるんだ。あ、やばい、全然気づかなかった。見て時計、3時過ぎてるから。本当だ、3時だもん。ちょっとマイク大きいかな。あー、なるほどね。ちょっと今日はあれですよね、普段はゆきさんがね、ミキサーも兼ねてパーソナリティもやってますけども。そうそうそう、違うんですよね。今日はね、うん、ミキサーがいるんですよ。だから私は喋るだけでいい。何さん、何さんですか。紹介しましょう。松岡さん。松岡さんがね、中島のとのミキサーに入って。よろしくお願いします、松岡さん。ね、ちょっとだから新しい感じで今日は行きましょうね。行きましょう。はい、あとはもうゆきさんもね、結構お話に集中できるというか、はい、そうそうそう、こんなの初めて。私大体喋るときはミキサーやってる。そのイメージとか強いから。で、結構いつもミキサーと距離離れてるじゃないですか。近い、ちょっとなんか後ずさりしてません。なんか近すぎ。こんなに近かったら圧が、結構圧というかね、オーラがあるから。言い直してる。結構圧が。ね、こういう感じなんだなと思いまして。ちょっと控えめにしようかな。ちょっとびっくりしましたね。始まってるの分からなかったぐらい。違いますよ、この、やっぱり、僕結構上げてる、テンションが上がって喋ってるつもりなんですけど、はい、テンション低くないみたいなことを言われて、あ、ほんと低いかな、スイッチ入れようと思ってたら、もう始まってた。始まってますから。びっくりしましたから、ね。よろしくお願いしますよ。でもそうですね、意識しながらね、はい、やっぱり、ね。梅雨は終わりかけなんですかね。まあ、梅雨らしくて、いい感じですよね。いい感じではありますけど、うん、こっち景色いいね、こっち座ったら。こっちいいですよね。めっちゃ海が綺麗、うん、そっか、普段見れない位置にいるから。ああ、なるほどね。綺麗だわ。新規行ってんじゃないですか、チュン下田も。はい、ね、松岡さんもいらっしゃるし、はい、嬉しいね。この3人でね、はい、楽しんでいきましょうよ。はい、うん、じゃあ行きましょうか、早速行きましょう。さあ、決まりのやつやります。CD1 を2番をかけてください。三振上がってます？うん。CD 消してもらっていいですか？はい、ゆっくりで。りょうちゃるむるや、FM ぎのわん、田辺ゆき。わさび具志堅。よっ。ほっ。やっ。ほっ。音楽とお笑いと土台の異なります2人が繰り広げてまいります。沖縄民謡と沖縄愛に満ちた1時間ボーディンマジュマジュマジュン一緒にチーユイユイケーユイユイウチナーの歌チチャビラカタヤビラヤーサーサーハイヤナーティーチェハイヤラジオは 79.7MHz そして世界中で聞けますのはリッスンラジオアプリリッスンラジオはなんとイチャンガー無料ツイキャスト YouTube 配信では姿も見えています。あきさみよディディディ沖縄民謡のリクエストとお便り待ってる。チャーシーへ流すの具志堅監視流すよ。メールはね797@fmgino1.com ツイキャスは fmgino1 のホームページから。電話とファックスは098-943-0094。今日は誰から来るかね。あの人から来るよね、きっとね。ちむどんどんするね。うれまたハンマングラチューン民謡研究所やりますよ。今日の民謡研究所はどうしようかな。どうしようかな。指の練習、指の練習ウカドアイビーン。スリー最後までお楽しみくださいませ。トータイ始まり始まり。それでは今日の1曲目は
コリンザ太郎さんからのリクエストで平和の願い、玉木和美さんの歌お届けします。ちょっと元気すぎて音割れる。ちょっと音がマイク大きい。あでも今めっちゃいい感じですよ。声張りすぎてるんですよ。ああ、そうか、自分らが離れればね。でもすごい余裕がなかった。テンション高いでしょ。ちょっとびっくりしました。声出てるぐらい。ついてこれてなかったやつでしょ。そうで、弾きながら。じゃあね、弾きながらやってるのすごいですね。すごい。でもあれが元気っていうね。ちょっと弾きながら目線とかもやりながらしてたの。ああ、ごめんなさい。僕夢中でした。呼んでて。あ、ツイキャスもいっぱいコメント来てますよ。あ、T シャツね。そうですよ。モンゴル800の20周年記念 T シャツでございます。松岡さん、新しい方ですかってシュプリームさんが言ってます。そうです。そうでございますよ。もう今日からですよね。もう、あ、チューン島歌は。はい。しゃあ、よろしくお願いします。お願いします。慣れてきたのも3名でお送りするかもしれない。そういい感じに入ってもらって。さっきとちりましたけど、大丈夫だよ、全然。最初ですか。ミルキーさん、山形県は梅雨真っ盛りよ。ミルキーさん山形から。うん、やっぱ知ってます。あ、ミルキーさん知ってます。たまに来る人かな。声出ないですか。声きついですよ。なんか声が優しい。あんまり喋ったら、なんかいらんマイク上がってたらあれかなみたいな。上がってないんですよ。違う、上がってないけど。自分だったらこう喋りながらマイクめっちゃゼロにして喋る。ああ、なるほどね。放送に乗らない、乗りやしないから、いや、心配する。ああ、そうなんだね。我々の今のマイク、これです。これが拾ってます。ああ、これで拾ってるんだ。はい、山形に9月の末に行きますねんか。行きますねんか、うん、これ山形の喋ったさ。あ、これは別に自分の。あ、びっくりした、びっくりした。じゃあなんか急に京都の言葉ですよね、はい、出すから。あれ山形の言葉知らんだべ。あ、知らんだべ、知ってるだろ。知らんだべ言ってるし。予想ねえ、あ、ミルキーさんはだからねえ、このイワシの煮付け食べながら見てるのって。あら、お肉ですか。ねえ、あすみさん、おやつもね。松岡さん、はじめまして、よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。松岡さんもね。シュプリームさん、出たよ、シーマウス。あ、曲終わるかな。平和の願い、玉木和美さんの歌をお届けしました。クリンザ太郎さんから の、はい、メールは後から読みましょうかね。あ、メールもね、はい、ね、じゃあちょっとジングルお願いします。あ、次の CD で。あってるあってる、そのまま、うん、で、メール来てますので。メール来てますか。玉木和美さんの平和の願いお願いしますってことで、コリンザ太郎さんから、お二人さんこんにちは。こんにちは。今週日曜日の慰霊の日を控えて少し思ったこと、うん、2年前に見た映画、はい、白装リッチ、うん、アメリカ軍と日本軍が浦添の前田高地で戦闘を描いたハリウッド映画です。映画の中では艦砲射撃のシーンがあったり、うん、両軍の兵士がむごたらしく死ぬシーンがありました、はい、見ていてずっと思っていたのが、うん、自分のお父やお母が、おじい、おばあたは、うん、この砲弾や銃弾が飛び交う中を生き延びてくれたから、うん、今の自分がいる。なるほど。それと、うん、アメリカ、日本の兵隊さんも家に帰れば親兄弟もいるし、うん、嫁、子供もいたりするのに、うん、今でも世界のどこかで戦争は、紛争はありますが、うん、こんなのはスクリーンの中だけで十分だよ。そう思いながら映画を見ていました、うん、それでは最後まで放送頑張ってください。コリンザ太郎さんからです。ありがとうございます。いや本当そうですね、うん、うん、おじいちゃんおばあちゃんお父さんお母さんがいなければ今の自分たちいないですからね。慰霊の日が6月23日ということで、で、はい、この
日だけでなくてこの日付近が本当に激戦のあたりだったということでね、うんはいはい、やっぱり戦争がどんなものだったのかというのを、うん、あの小学校とかでも習ったりします？習ったりしましたよ、うん、例の日に。でもね、小学校の時には記憶はもうあんまりないんですよ。ああ、そうなんですね。いやでも絶対あの沖縄戦のことは全然私たちは習ってこなかったんで、本当沖縄に来てびっくりですね。うん、こういう白装リッチのこの前田コーチとかも見たことあります？はいはい、あ、まあ映画も見てないんですけど。映画見てないです。うん。まあね、今日これちょっと関係あるような歌を、うん、見てみよう本当に。うん、あ、はいはい、そうですね。関係ある歌を。ね、朗読跳躍でもやります、取り上げたいと思いますので。うん、まあね、4人に1人が亡くなったっていうね、うん、この時期6月の後半ぐらいが一番ひどかったそうなので、うん、これもう70年以上経ってるけども、74年前か、うん、あのやっぱり語り部も減ってきてはいると思うけれども、うん、なんとかこの証言とかもね、うん、調べたりとか自分からもして、うんうん、いろいろ知っていて、まあ、日本軍が何した、米軍が何した、うん、その時普通の人はどうだったのかとかね、うん、知ってその上でどう生きるかっていうのを考えたいなと私も思います。でずっと語り継いでいった方がいいなと思いますよね、うん、話聞いた話をですけど ねだからこれが途絶えたらまた繰り返さないとも言えないじゃないですか、うん、愚行をね、うん、はい、本当に考えていきましょうね。ということで1曲目ね、これもいい歌でしたよね。平和の願いをお届けしましたけどね、はい、はい、そしてツイキャスも早速たくさんありがとうございます。いっぱい来てますよ。まずね、奈々さんから。はい、奈々さん、こんちくわ、改めてこんにちはという。よくわからん、よくわからん、よくわからんぞ。来てますけどね、うんうん、あ、うん、わかるような、わからん。でシュプリーム、シュプリームさんからもね、ゆき先生、ぐしかわさん、こんにちは、あれ新しいアングルですねと、このツイキャスのねカメラのアングルがいつもと違うなと、今隣同士に座ってるんで、はい、ゆきさんと僕が、はい、今日はもうね同じ大きさになってますね。いつも遠近法でね、すごい大小だったけどね、うん、でも大小になってますよ。いや、なってない、私が大でしょ。僕が大僕が大だろ、明らかに100キロ超えてあるのに大丈夫。いやいや違うよ、大丈夫よ。ね、今日だから松岡さんというね新しいミキサーの方がね、はい、今週から入ってくれたので、うん、このアングルになっております。そうです。いっぱい来てますよ、まだまだ。ミルキーさん、はい、からね、この人山形から聞いてるらしくて、はい、ありがとうございます。山形県は梅雨真っ盛りよとかね、今ね、うん、イワシの煮付け食べながら見てますよとか。へえ、あれですかね、梅とか乗ってるやつですかね、うん、イワシ梅肉とか。わからんさ、さっぱりしていいよね。わからん、イワシの話はわからんさ。あ、食べない、イワシ食べないしね。あ、でもこの時間にイワシって、おやつがイワシなのかな。かもしれん、かもしれん。いくつの人なのかな、ミルキーさん。わからん、なんで。なんか参考にイワシ食べるのかな。あ、イワシ食べるのは何歳か、ね、何歳でも食べるし。ね、ちょうどいっぱい来てるのでね、やっぱりあすみさんもね、先ほど あの戦争の話ね、うん、うんうん、4分の1の方たちが被害に遭ったもんね、その後のことも無知は罪ですねと来てますしね、うん、本当に僕もねそんな詳しい方ではないので、もっと調べないといけないなって、ね、思いますね、本当にね、思うというか、うん、やろう、うんうん、調べよう、一つずつでもね信憑性のあるなと思える情報を自分でこうね、うん、調べていきたいなと思います。うん、そうですね、はい。そのなんか兵士さんも親子、うん、兄弟とか家帰ったらいるのにってあったじゃないですか、はい、でも戦争の時って洗脳されてるんでしょうね。あ、だから、まあね、それ言ったらみんな、あ、やめとこう、もうこんなんやめとこうってなるじゃないですか。うん、確かにね、それがならないっていうことは、うん、この平和な自分たちのね、平和にしか生きたことなかったらなんでって思うけど、うん、洗脳なんでしょう ねだからこれが怖いなと思って、うん、どこの国も今そうでしょうね、やっぱりね、うん、紛争が起きてるところは ね、いやー本当にね、平和ってなね、嫌ですね、本当に。平和がいいよね、平和がいい、じゃんけんで決めね、もういろんなこと世の中ね、難しいこと考えるね。負けた方はもう、はい、負けました、負けましたと、ちゃんと謝る、それが大人だろ。謝るの大事よね、謝るの大事です、うん、本当に、はい、もう繰り返さないために何ができるかっていうのをね、考えないといけないですよね、一人一人が、はい、うん、さあ、そうですね、それでは、はい、
あとは、うん、メールってまあ一件ですか今日は。いや来てるんですけどね、また後で紹介しますね、はいはい、あと沖縄ラブさんありがとうございます。コイン沖縄ラブさん久しぶりじゃないですか、ありがとうございます。ラブさんこのコインを、はい、あの入れるとあれですか、ツイキャス映像配信が長く見えるってことですね。はい、そうです。ツイキャスは普通だと30分で切れてしまうんですけど、うん、コインが溜まっていると延長されます、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ではこの辺で2曲目参りましょうか。はい、ですね、今日2曲目はじゃあ冷やみかち節、うん、のぼりかわ星人さんと、はい、太鼓はテリアリンスケさんです。おどうぞ。あの曲フェードインじゃなくてもうちょい上げといてから入ってくる。今日流すやつですよ。はい、こっちに帰ってこないとね。今度はまた考えてる。何がいいかな今日な。ミルキーさん、マシやから魚じゃない方がいいよな。晩ご飯のおかず考える。ご飯のおかずとか考えます。いや、僕自宅らしいですもん。どうやって考えるんですか、いつも雰囲気ですか。なんか冷蔵庫にあるものと食べたいものがあれば。あすみさんはうちの夕食は魚です。あ、でも今度って大変ですね、そう考えたらね。今日は朝はエビ、茹でたエビと、おおしゃれ朝から、サラダ菜とを食パンに挟んで食べました。うわ、おしゃれ、いい、美味しかったです。朝食だけ食べに行きたい。そうよ、めっちゃ急いで詰めてここで食べたんだよ。ああ、なるほどね、うん、家で詰めて、うん、パタパタして新聞選びながらどれを読むか。忙しい朝なんですね。家で食べてられないです。タラの芽の天ぷらか。めっちゃ春らしい。あ、ちょっとない。タラの芽の天ぷら。山菜ってあんまないもんね、沖縄。いいな。あ、ミルキーさんがタラの芽の天ぷら。冷やみかち節でしたよ。マイク入ってます。はい、もうツイキャスのおしゃべりに夢中になってしまってね。本当プロ失格。どうぞ、ゆきさん。はい。まあ、ツイキャスでね、今日晩ご飯何するかっていう話で盛り上がってますけどね、うん、そう、喋ってる途中にね、はい、曲が終わっちゃうという、もう、はい、曲聴けよっていう話ですけどね。いい歌だったんだけど、すいませんね、はい、じゃあ曲、あ、CM の後は、はい、跳躍のコーナーです。気をつけないと時々マイク入ってるねえ、ほんとごめんなさい。すいません、ここ完全にこうしてたから、おしゃべりに夢中になってしまった、ダメだ。人形短いからちょっと、ね、集中します。タラの芽の天ぷらって言うからだよ。そうです。そうなんですよ、太郎さん、こっちに座るの超珍しいです。ないです。超年に1回ぐらいしかないです。お、よっぽどなにか、スタッフ同士でなんか入るとかじゃない。あ、これから今度ずっと毎週お願いします。お願いします。お父さんが入っていただけるの、これ見えてます？見えてますか？見てなかったっす。あ、いやいや、今別に CM 以外あんまり関係ないです。ミルキーさん、ヘッドホンを耳から外してるとパンダみたいで可愛いです。やかましいわ。大変か、大変パンダです。
雑談してないですね。あ、本当ですか。しますか、雑談。確かに雑談してないですね。次、漢方の冬の草かけるんですけど、なんか、静かいんですよ。なんか挟まってる。まあ。なんか、ちゃんと言えるかな。漢方。さあ、中島歌を送りして、今、あ。はい、お送りしています。お送りしていますよ。跳躍コーナーです。今日は、はい、うん、漢方のクエヌクサをお届けします。う、うん、まずかあのタイトルからして分かります。そうなんですよね。漢方のクエヌクサって聞いたことあるんですけど、うん、意味はちょっと正直分かってないです。クエヌクサ、漢方のクエヌクサ、うん、漢方の食い残し、うんうん、そうそうそう、それをどういう意味なんですか、漢方の。だからさっきのシュガーローフのね話もありましたけど、うん、漢方射撃で、はい、うん、か、まあ、漢方が、まあ、化け物だとしたら、うん、それにもう沖縄の人は食べられてしまったと、うん、もう4人に1人も食べられてしまったらすごい状態じゃないですか、うん、それで逆に自分たち生き残ったんだよなっていう、うん、なるほど、食べ残されたかのように生き残ったんだっていう意識がなんとなくみんなにあったみたいなんです、うん、で私なんかはこのタイトルだけ見てギョッとしたんですけど、え、なんでそんな自分のことそんな食い残しだなんて言うんだろうって思ったんですけど、うんうん、そのひどい状態の中ではそれがなんか普通の意識だったみたい、割とみんなが生き残っちゃったみたいなことですか。はいはい、うん、これ実話なんでしたっけこの。はい、でこの今からの詩がね実話なんで、うん、でもある人のこの作ったね比嘉光敏さんの話ですけれども、はい、デイゴ娘さんのお父さんなんですけどね、はい、あの、戦争の時は家族みんな亡くしてしまって、本当にあの対馬丸に子供が乗ってたりとか、うん、あ、本当にねあの空襲にあったりとかで本当に一人残ってしまったみたいなんだけど、うん、あの後からやっぱり立ち上がって、うん、やっぱ家族をまた作りたいということでまた結婚して子供も儲けてっていうお話ですね、うん、なるほど。でそれを僕なんかが読んでいいんでしょうか、本当に跳躍してね。あ、でこのね曲あのなんか曲聴いたら明るいんです。私は明るいと思うんですよ、ね、あ、僕も明るかった。でも歌詞だけ取り出したら、うん、結構反戦歌なんです、うんうんうん、だけど曲が明るいので、うんうん、これが私はまたいいところだなと思うんですけど、うん、静かな反戦歌になってる気がするんですよ、はいはいはい、あんまりガッていくとまた反発もあるでしょ、うん、だけどみんなこう思ってたんだねっていうのが静かに伝えられてるっていう、そんな感じがする歌ですね、はいはい、では跳躍よろしいでしょうか。はい、具志堅が朗読します。お願いします、ね、若い自分は戦争ばっかりだった。若かった花も咲かずにしぼんだ。家、屋敷、ご先祖、親、兄弟、すべて漢方射撃の的になった。着るものも食べるものも何もかもなくし、とてつの実を食べて何とか暮らしたものだったね。あなたも、私も、お前も、俺も、漢方の食い残しだね。神も仏も頼れず、田舎は、田畑は、金網で囲われて、日銭も作れず、ボロ屋なんか強い風で吹っ飛ばされた。米軍から物をくすねては捕まり、強くいたぶられた。うちなんちゅの心がけは正直であったはずだけれど、あなたも私も、お前も俺も、漢方の食い残しだね。泥の中から立ち上がって、またゼロから家族を求めて、奥さんを探し、子供も生まれ、年子で生まれ、次男、三男、次々、ぞろぞろと、辛い、苦しい中にも、子供らの笑い声を聞いては、心を取り戻した。あなたも、私も、お前も、俺も、漢方の食い残しだね。平和な世の中になって、
何年経っただろう。子供らも大きく育っていますが、鉄砲で撃たれたイノシシが我が身のことも顧みず子を守ろうとするように、波のうねりのようにまた漢方の玉が飛んでくるのではと思ってしまうので、真夜中に目がパッチリと覚めてしまうよ。あなたも私もお前も俺も漢方の食い残しだね。私の両親を食ったあの戦争、私の島を食ったあの漢方、生まれ変わったとしても忘れることなどできようか。誰があんなざまをやり始めた。恨んでも恨んでも恨み足りない子孫。町代まで遺言しよう。あなたも私もお前も俺も漢方の食い残しだね。デイゴ娘、漢方の食えぬ草。漢字読み練習しましょうね。はい、お聞きづらい点すいませんでした。あーマジで恥ずかしい。これはダメだろ。まずわからなかったら漢字がね、ちょっとそれは読めるかなと、ね、あ、じゃあ 僕のもですよ。僕を攻めて同調してほしい。そうだそうだって。あー違う、さっき振りから振ってたから一応大丈夫かな。そうなんですよ。バーって喋りたかったんだなっていう自分もあるし。あー、ミルキーさん優しい、ありがとうございます。でもなんか明るい感じのテイストも含めますね。これ打ちない口とか、うん、聞き取れない人とか明るい歌で聞く。そうそうね、普通になんかね、いやー野蛮人っていう部分は聞いたことあるなと思ったんですよ、うん、こんな歌だったんだ。本当に最初タイトルだけ見てギョッとして、で後から曲聴いたんですけど、はい、ハテナですね。うーん、何この明るい。確かに、それがなんか沖縄民謡の好きなとこなんですよ。あー結構明るくやろう。これをだからズーンってこれのイメージ通りふくらくしたら、あーそっか、こんなにも広まってないと思う。なるほど。YouTube 配信されてないです。あのされてます。あのこのライブされてます。なんで触れてないかって言ったら、おっと今音楽だからわざと入れてないんです。ここオフラインとは関係ないです。あ、この上が緑ついてるんで大丈夫。
漢方のクリニックさ、英語娘さんの歌を届けしました、はい、はい、とてもいい歌なのにね、漢字の読み間違いとかまあまあまあ、噛んだりね、大体は伝わったと思います。すいませんね、お聞き苦しい点ね。いや、なんか明るい曲調にね、うん、なんか初めて聞く方もこの部分聞いたことあるっていう方多いと思うんですけどね、うん、サビのとこ、はい、ウンジュワンニンのところ、はい、こういう歌だったんですね、漢方のクエヌクさん。意味ね、口の口がわからないとね、わからない、まさかこんなこと言ってると思わない、思わないと思います、ような明るい歌ですよね、うんうん、それがね、私好きなとこです、沖縄民謡の、うんうん、明るくしようと、はい、確かにこのままね、このベースで曲作ったら暗い、ただただ暗いですもんね、なるかなと思うんですけど、それがこんなになんかポップな感じになってるのがすごいところだなと思います、うん、なるほど。歌詞の中でね、はい、笑い、あの子供たちの笑い声を聞いて、うん、チムトゥメーティーってとこがあるんですよ。チムトゥメーティー、うん、はい、あのあ、はい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 、私は心を取り戻したって訳したんですけど、うん、はい、合ってますかね、わからないですけど、チムトゥメーティー、何なのかな、まあ、心を探してってことでしょ、探し当ててってことでしょ、多分メーティー、 あんま分からないです、うん、虫検査は、ああそっか、現代子なんで、ああ来てみましょうね、まあいや、うん、大丈夫なんですけど、ここがなんかすごいなと思って、子供の声聞いたら確かにどんなに暗い時でもなんか明るい気持ちになるじゃないですか、うん、それまで、あ、じゃあ心もなくしてたんだなと思って、ああでもね、うん、それほどやっぱり想像はできないですけど、恐ろしいね、うん、で、うん、またこのね、この歌がなぜ世に出たかっていう話があるんですけど、はいはい、この、まあ、海洋博1975年じゃないですか、その頃まで、うん、まあ、民謡盛んだったんですけど、それを頃ピークにやっぱり復帰、日本に復帰していくので、うん、この方言の歌も減っていって、うん、日本語になってて、はい、あと演歌調になってたりもするんですよ。で、それ以降に出たものなんです。これだからまるで内縄口だし、そうですね、内容もこういうものだし、うん、なぜって思うと思うんですけど、思いますね。これはこの作った方が亡くなられたので、はい、英語娘さんのお父さんなんですけど、うん、やっぱりお父さんが作ったものを世に出したいということで出されたんで、そういうタイミングではあるけれども出されたんですよね、うん、でこれ事故で亡くなられたんですけど、はい、この米軍の車両と、うん、正面衝突で両親亡くなられてしまったんですけど、そのために今58号線中央分離帯あるじゃないですか、うん、この事故以降に作られたそうなんですよ。そうなんですね。やっぱゲートから出てきたら正面衝突とかなったんじゃないですか、日本と規則が違ったのかなか分かんないですけど、はあ、それ以降なんだ、わあ、知らないこといっぱいで恥ずかしいな。だけどもね、こうやって、まあ、この遺言しようって最後で出てましたけど、この歌がね、うん、もう今でも聞き歌い継がれてるっていうことがまたちょっと救いですね、うんうん、なるほどね。というわけで、はい、主役漢方のクエヌクサでした、はい。はい、こんにちは。テンション低いね、先生。テンション低いですよ。具志堅は練習したのかな。広い宇宙の、はい、これやる？これやる。じゃあちょっと一回弾いてみよう。広い宇宙の歌もな。またこの展開。
しい。あ、手がもう手振ってるやん。あ、ごめんなさい。つい左になって。ついモンパチが好きなもんで、すいません。あ、まあ、モンパチの T シャツも着て。着てましたよ。やる気満々。武道館に、日本武道館に行った時の T シャツなのだ、これは。めっちゃ多いやん。じゃあ、やっぱり弾けた方が嬉しいやん。はい。先生。広い、今日は。もうコツコツ、じゃあ指の練習ね。指の練習。ロー、オツ、ロー、オツやってみよう。はい。ロー。ロー、オツ、ロー、オツ、ロー、オツ、あ、オツの位置ここです。うん、もうちょっと下、あ、上、上、上、もうちょっと上、うん、うんうん、上中、上もうちょっと上を押さえてください。うんうん、いいと思う。じゃあロー、ロー、オツ、アイ、上、ウージルの解放。はい。もうちょっと上。うん。あ、いや、上ね。あぬ、あぬ、ひ、ひ、と、と、つ、お、できてきた。あおいちく。なんか本当にいい歌だよね。そうですよね。ゆっくり弾いてもいい感じだよね。そうですね。映画見に行きます、一緒に。行きたい。ね。あの話を。そんな暇ないの。これ練習しないと。もうライブで歌うんやろ。ああ、そうやった。せやったわ。来週金曜日やった。来週金曜日。まあ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 。あ、ヒロのとこは声だけがいいかなと思って。なるほど。広い宇宙の数ある、一つ青い地球の広い、広は中汁の解放、オツ、ウジルの人差し指。あ、四。何が起こった今？ちょっとパンクしてしまいました。広い宇宙の数ある一つ。背はロー、背がオツ、オツは解放、うん、人差し指、うじる、中汁解放、汁解放、ロー、小さな子、ああ、そっか、これ繰り返すの頭に戻ります。ああ、なるほど。小さな恋、ああ、ちょっと変形するから自分で考えて。ああ、なるほど。全部弾くの？サビ前まで弾きたいです、ね、この
そこを繰り返しちょっと似た変形のメロディーやから次変形のメロディーいくんですか、うん、変形は変形ですかちょこっと変えただけっていう意味あなるほど、めっちゃ強くなってきた。どうっさ。あ、先生ありがとうって言わないとほらミキサーの人が分かんない。先生ありがとう。通り行こう。ゆきさんと喋ってほしい、見たみたい、あ、僕も入ってるけど。なんか前スタッフにめっちゃ好きな人がいたんですけど、はい、その人がもしいたら呼べるけど。でもね、お話ししてるの聞きたいなぁ、ゆきさん。聞きたい。で、ゆきさんと聞いてから、清崎さんにどうやってもらうとかさぁ。うわぁ、僕がじゃあ清崎さんとどうにかつながるので、そこを中心まで来てもらう。5年計画。あ、なんかいろいろ来てますよ。あ、ほんとどうでしょう。ヤンモグさんから。あ、でもその前に、はい、さあさあメール来てるんで読みましょうかね、はい、ありがとうございます、はい、ゆき読みましょうね、はい、ラジオネームゆきさんから。ゆきさんじゃない、あすみさんだそうだちょっと BGM ちっちゃめでお願いして、はい、あー、これいつも違うんだよな。あすみさんからゆきさん、わたし野口健さん、こんにちは、あすみです。こんにちは。今日は息子の話をしますね、はい、息子の高校、うん、先日2年生が沖縄に修学旅行に行ったんです。雨も降らず沖縄を満喫されたそうです、でもうちの息子のコースは息子の代から沖縄への修学旅行から海外へ変更になり、親子でショックを受けているところです。そして今息子がわじわじしていることが、音楽の授業で沖縄の勉強をしたそうですが、三線は和楽器と言われたそうです、中国から琉球、琉球から日本の三線、三味線の、伝来では、島唄、灘草々を歌ったのはうれしかったらしいですが、もうすぐ慰霊の日ですね。子どもたちは沖縄では毎年平和教育を受けてましたが、もちろん内地では沖縄であったことは知らされません、はい、内地にいると沖縄のことほとんど情報が流れず歯がゆい日々です。本当にあれ、なんだか暗くなっちゃいました。梅雨だからかな。じゃあ今日の放送も楽しく聞かせていただきますということで、ありがとうございます。ゆきさんではなくあすみさんからいただきました。わじわじしてるって、あのまず、はいはい、
最近まで沖縄に住んでたんですよね。そうですね。だから息子さんたちは沖縄育ちなんですよね、きっとね。と思いますどれぐらいいらっしゃったのかわかんないですけど、ねね、で今は東京にいらっしゃるってことで、はい、で音楽で三味線はね、うん、確かにその流れですけどね、そこにわじわじするんだと思って、うん、和楽器って言われたらわじわじするんですか。あ、全然わからない。あの日本、沖縄は日本だからっていう意味ぐらいじゃないですか、うん、ああ多分ね。なんかそれだったら薩摩揚げってあるじゃないですか、はいはいはい、あれわじわじするらしいです。あ、薩摩揚げじゃない、薩摩芋。お、薩摩芋なんでわじわじっていうけど、薩摩の芋じゃなくて沖縄、はい、琉球から薩摩に行って、ね、そっから広がったからって薩摩芋って、いや琉球だしみたいな。なるほどね。いいじゃないか。まあまあでも分かるけど気持ち。なんかね、うん、あ、こっちが先だよってことでしょ。うん、平和に行こうや。でもまあこだわりは大事ですけどね。そう言われたらまあ言うぐらいでいいんじゃないですか。でもそこまで勉強するんだっていうのがちょっとそっちの方が嬉しいですけどね。私がもし高校でそんなの習ってたらもう超食いついてる。へえ、この歌何ですかみたいなね。あ、ゆきさんそれっぽいですね。うんうん、なるほどね。うわー、雷、うわー、雷が雷も鳴ったんで、落ちましたね、今どこかに。エンディングでございます。じゃあもうちょっとあるから、もうちょっと雷も落ちたところで次のメールいきますか。はい、そうですね。よかった、話の落ちがなかったのでね。ちょうど雷が落ちてくれて、よかったね。たけど、ありがとうございます。続いてラジオネームヤンモグさんから、はい、ゆきさん、具志堅さん、こんにちは。民謡研究所、先ほどのコーナーですね。具志堅さんの6月28日の劇団ワルベンザライブに向けて、小さな恋の歌の特訓に入ってますね。私も早速ネットで小さな恋の歌のクンクン詩を探し、はい、じゃあ途中でしたが、もう雷が落ちたんで終了します。そう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 、落ちまくってます。私も早速ネットで小さな恋の歌のクンクン詩を探し、どなたか YouTube で演奏していないか探したところ、うん、義母和也さんのサイトを見つけました。うんうん、県立芸術大学で琉球古典三線を学ばれて、三線奏者として活動されている方のようですが、ゆきさんご存知でしたか。うん、現在は野村流の伝承者として、認証を受けていらっしゃるそうです。今その動画を何度も見返して部分部分を練習して、今日の民謡研究所に備えています。おー、すごいじゃないですか。具志堅さん一緒に頑張りましょうねということで、ヤンモグさんからいただいたんですけど、あんたも出るライブ、ヤンモグさんももう弾いてもらったら。ね、弾いてもらったら早いな。いやいや、じゃないでしょ。あ、そうか。いや、僕がね、頑張ってね、やりますので、うん、やっぱり練習も大事だと思うんですけど、はい、まずはその曲を聴くっていうのがすごく大事だと思うんですよ、私は。曲をね、なるほどね。あ、当てますよ、BGM。大丈夫ですよ。うん、だからこうやってこれを聴く、こういうね、三振で弾かれたのを聴くっていうのも、もし時間がなかったらいいんじゃないでしょうか。うわー、ヤンモグさんも練習してるんですね。すごいですね。共に頑張りましょう。楽しみにしててください。28日ね。ワルベンザ。お、次メール読みますか。はい。この方は、コリンザ太郎さんからな、うん、メールから来てます。子供の頃、おじいになんでこっちから打ち返さなかったのって聞いたことあるけど、こっちが姿を少しでも見せたら山の形が変わるぐらい海から漢方が飛んできたと言っていた。小学生の時、慰霊の日に学校で赤髪、召集令状をもらって戦争の話を聞かされた。その赤紙を家に持って帰っておじいに見せた時の顔を忘れることは今もない。うん、なんで、はい、放送事故まであと4秒ですよね。はい、まあまあでもね、すごいメールだったな。おじいさんが顔がもう凍りついたんですかね。でもね、でもなんて言っていいか分からないですね、これはね。そっか。一曲いきますか。いきましょう。じゃあ、与那国ションガネ、宮田光生さんです。これはね、亡くなった人とか、送る時とかね、別れの歌ですね。ちょっと、戦争で亡くなられた方もね、曲流してもらっていいですか。会いたいなって思ったりするかもしれないですけど、そういう人、と亡くなった人とにお届けしたいと思います。うん、はい、うん、さっきメールもらってみました。
ちょっと変えていい？あ、いいです、いいです。なんか告知ありますか？今、あ、でも、あ、しゃべる、あ、でも、次の回ではもう一回 BGM を切る、そうですね。この曲が何分あるか見てみます。何分かなと思う。どんなことするの？ライブ。違う違う、ざっくりで。あ、お笑いライブ。あ、はい。入れ上がりのライブなんですか？ライブ言ったら全部ライブやと思って。あ、全部ライブなんですか？あれ？詳細だね。うわと5秒ぐらいしたら BGM にクロスフェードしてもらっていいですか？はい、さあさあ、マイクも言ってもらっていいですか？さあさあ、はい、与那国ションがねお届けしましたけれども、はいはい、もう残り少ないので、わあ、告知をお願いします。告知しましょうね、6月22日ですね。毎年、6月のシーズンにオール新作ツアーと FEC が、行ってます。お笑い米軍基地がね、はい、インコザがありますけども、はい、当日券がねちょっと何枚出せるか分かんないんですけども、はい、こちら FEC のホームページでですね、はい、招待券もしかしたら当日券用意ができるかもしれないので、FEC のホームページの方をチェックしててください。そしてね、6月23日慰霊の日もありますけども、 FEC お笑いお出かけライブということで、うん、毎年伊江島行ったり女村行ったり、はい、行ってるんですけど、今回が僕の地元沖縄市の山内で行われます。はい、時間がですね、16時半会場の17時開演となってまして、前売り券が大人高校生1000円、小中学生500円、未就学児が無料ですけども、当日券が大人高校生1500円、小中学生750円となってるんですけど、受付の方で無試験のチケットでと言ってくれると前より値段になりますので、また詳しくはね、山内自治会という、まあ、公民館なんですけども、こちらでね、お出かけライブやりますんで、もう特にもう僕たちありがたいことに地元なので、僕のいっぱい出させてもらうのでね、はいはい、そこもじゃあ FEC のホームページチェックしながら、ぜひ慰霊の日ですけども、いろいろも笑い飛ばしましょうということで、うん、あります。お笑いライブぜひチェックしてください。はい、うん、どっちもめっちゃ楽しみじゃないですか。楽しみですよ。笑い米軍基地、そう、先週 ね、 那覇公演が、ね、那覇公演が終わったんですけどね、はい、私どもおいおい話していけたらなと思います。はい、うん、ね、ツイキャスとかメールとかもいろいろありがとうございます。本当ですね、どこを読めますかね、なのでね、ずっと今天気悪いじゃないですか、はい、雷がね落ちたりとかも、実際ラジオに入ってるんですかね、落ちてる音ね。入らないと思います。入らないか、さすがに入らないですよね、うん、でそれに対してシュプリームさんが、ゆきさんの雷が福祉圏に落ちるのはいつなんだろうみたいなの来てますからね。あ、分かる、やっぱり近いうちかもしれんな放送終わりすぐ帰ります
噛み合いは中かもしれないので。あとなんかナータンさんもね、うん、メール来てたけど、あ、本当だ、ありがとうございます、うん、みんなやっぱりライブ楽しみにしてるみたいですよ。 ありがとうございます、ね、私ももし県があったらお笑い米軍基地行きたいと思ってます。あ、当日実は通ってないんで、ね、あったら連絡しますので、はい、小沢公演今年もだいぶ盛り上がりますのでね、はい、うん、楽しみにしてます、はい、それでは今週はこの辺で、はい、お相手はゆきと、お笑いコンビわさびの具志堅でした。では皆さんで、せーの、チューンしまうた、あちゃんしまうた、また来週。おい、どうした、マイク折れたのかなと思った。おー、すごいです。お疲れ様です。お疲れ様です。全然、最初なのにめっちゃすごいと思います。こんなに面倒くさい番組ないと思います。